まだ会場前だってのにすげえ人なんだぞ。全国魔法師養成学校総合文化祭はその名の通り全国の高校生が集まる芸術祭だからな。関係者だけでもかなりの人数に上る。皆様大変お待たせいたしました。ただいまより全国魔法師養成学校総合文化祭を開催いたします。ボーカル&ダンスチャンピオンシップの会場パープルステージってどっち？キャンセル枠の当日券の待機場所どこ？ナマネージュ君早く会いたい。ここがビル様の通ってる学園。抽選は先着順ではありません。スタッフの指示に従い落ち着いて並んでください。何なんだぞあの客の大群は。おそらくビル先輩とネージュ・リュバンシェとやらのファンだろう。世界的に人気があるのは知ってはいたけどこりゃすごいな。リドル、様子を見に来てくれたのか。予定通りコロシアム裏に待機列の形成を開始した。なんなのだこの混雑は。さばいてもさばいてもうじゃうじゃと湧いてくる人間どもめ。セベク、いつも言っているけれどその人間という呼び方はやめないか。学園の品位に関わる。リドルの言う通りだ。第一、お前だって半分はそうだろう。お前の無礼な発言はマレウス様やリリア先輩にもご迷惑をかける。重々気をつけろ。偉そうなことを言うな、シルバー。こいつの声でっけー。耳の奥までビリビリくるんだぞ。さすが運動部の一年生は威勢がいいね。混雑を見越して僕が意思疎通のしやすい馬術部を中心に多めのスタッフを配置したつもりだったけれど。その判断は正しかったな。だが会場直後でこのにぎわい、今の人員ではやや心もとないかもしれない。 VDC は若様もご感激なさるのだ。不手際があっては松代までの恥。よし、設営が終わって手の空いている人員をここの救援に回そう。僕は東校舎の方を見回ってくる。あとは頼んだよ。わかった。東校舎は体育館にあるブルーステージと運動場にあるレッドステージで発表を行う部活の控え室になっている。我が校だけでなく他校の生徒もそこを利用するんだ。ああ、じゃあ VDC に出るやつらもそこに集まるのか。いや、コロシアムには楽屋施設があるから VDC の出場者はそちらだね。今年はロイヤルソードアカデミーの生徒も大勢参加してる。こまめに巡回が必要そうだな。そうでなくてもうちの学園は血の気が多くて喧嘩っ早いやつが多いのに、ライバル校の生徒がいるとなれば。おいてめえ、人の制服に鼻水つけておいて詫びもなしかよ。僕ごめんなさいって言ったよ。うわ、こいつまた鼻水飛ばしてきやがった。スニック、ほら鼻を噛んでください。チーン。ドミニクありがとう。チーン。すみません、彼が汚した制服のクリーニング代は私がお支払いしますから。当たり前だろ。つーか、どこの幼稚園生かと思ったらよく見りゃお前らロイヤルソードアカデミーの制服を着てやがるじゃねえか。幼稚園だとってやんで。この俺グラン様は立派な高校生で、ドワーフ族なめんなよ。へえ、ガキなら許してやろうと思ってたけど、それじゃ遠慮する必要ねえな。俺らの制服汚してくれた代わりにお前らの白い制服を泥で汚してやるよ。やれやれ、行ったそばからこれか。校内での死闘は氷結を取るまでもなく有罪だ。速やかに鎮圧する。